まあとにかくやっちゃったもんはしょうがない。アツマ、この感覚は。あらあら、珍しい狂信だと思って来てみれば。なるほど、こうクイーンオブアイス。その右腕で魔導器に触るだなんて、ずいぶん迂闊なことをしたものね。ねえ、そう思わない、トーヤ？はい、クイーン。トーヤ、おい、てめえトーヤに何をした？ちょっと感情回路を抑制してみただけよ。前のままだと少し刺激的すぎたかと思って。ねえ、トーヤ？はい、クイーン。てめえ、これ以上トーヤに何かしたら。あらあら、やっぱりお気に召さないようなら前の状態に戻すわね。ほら、アツマ。トーヤ、正気に戻ったのか？今助けるからな。証拠にもなく、まだ僕を助けるとか言ってるんだ。いい加減気づいてほしいな。僕はもうクイーンのものなんだ。つまり君の敵さ。そんな、何言ってんだよ、どうや。言っただろ、僕はクイーンの考えに賛同している。僕のような魔導の力が優れた人間が支配する世界、その訪れを僕が実現することが昔からそう言われてきた。ずっとね。そのためにシティなどという無意味なガラクタの塊はこの世界から一掃しなければならない。そうすれば下等な人間は、ゴミどもの大半は。ねえアツマ、本当にこいつがあんたが助けたいって言ってたよ。トーヤは操られているだけなんだ。本当に昔からアツマは物分かりが悪いよね。いいかい、僕はもう君たち下等な人間の敵なんだ。止めたければ僕を殺すことだね。ほら、どうしたの？早くしなよ、このグズ。と、いや。やっぱり少し刺激が強すぎたかしら。はい、戻って、トーヤ。はい、クイーン。さーてと、もう用事は済んだのだけれど、このまま帰るのはつまらないわね。この近くにあるのってロンドンシティだったかしら。トーヤの言う通り、ちょっと目障りね。目障りって。カリン様、落ち着いてください。けど黙ってられないわ。あら、あなたも素質のある子ね。ま、私にはもうトーヤがいるから興味はないけれど。いいわ、一つゲームをしましょう。私がロンドンシティをすっかり凍りつかせるのと、あなたたちがエンテイを復活させるの、どちらが早いでしょうか、というゲームよ。バカ言わないでよ。なんで私たちがエンテイを復活させなきゃならないのよ。悪い話じゃないでしょ。だって他に私にこうしうる術はないでしょ。一体何を企んでるの？じゃあ一足先にほら行きましょう。トーヤ、待て、トーヤ。よくわかんないけどヤバくない？クソ、どうすればいいんだこのままじゃ。追うしかあるまい。で、その後はどうやってクイーンオブアイスを倒すの？エンテイを復活させる？アツマ、やっぱそれしかないよな。けど
ちゃんと右腕を制御できるかは。分かってる。それでもお願い。じゃあ行こうか。シティが…なんてこと。かなりヤバそうな感じに。急ぐぞ。見ろ、この兵士まだ息があるぞ。ねえあなた大丈夫？うん、そうよ、カリンよ。よかった、奴を。ちょっと大丈夫、死んじゃいない。どうしてそんなことがわかるのよ。見たんだ、横浜でも同じ光景を。ああ、クイーン・オブ・アイスの力だ。けど、この先は横浜の時と同じにはさせねえ。行くぞ。